はいどうも、サックス奏者黒田正幸です、いつもご視聴いただきありがとうございます。今日も、動画やっていきたいと思います。今日は趣味のリフェイスソプラノサックス用、これはですねラーセン、もうステンレスって言ってたのどこ行ったんだよっていう話なんですけど、ソプラノサックス用はラーセンからステンレスのモデルが出てないんですよ。でなんだ畜生って思ってたら値段がそんな高くない範疇でラーセンの、ソプラノサックス用開きがね75バフル1カーブが SMS っていうね、ちょっと日本では見かけない、銘柄ちょっとその番号を見つけたんで、でまあ買ってみました。で届いて実はだいぶ前に届いたんですけど、一回直してまあまあいいじゃんこれって言って使ってたんですけど、ちょっとやっぱ気に入らないなと思って、まあ部分的にねもうちょっと頑張ろうと思って、昨日の夜で頑張って直しました。で、結果すごいいい感じになりました。でね削ってて思ったんですけど、ラバーってね質があるんですよ。でいいラバーとまあそうでもないラバーっていうのはやっぱあって、いいラバーはね臭いの、削ると匂いがきついので、ね、何の匂いかっていうと硫黄です。まあまああのねラバーっていうのはタイヤのゴムと一緒なんですよ。硬さは違うけど、タイヤのゴムってまあまあ焦げ臭いって、例えばスリップしたりするとね硫黄の匂いしたりするの分かりますこれ、あれね ゴムの中にゴムっていうのは中に硫黄が入ってるんですよ。でこのマウスピース削るとねあの硫黄の匂いが立ち込めるんですよ。でまあ比較的これねでもね古いもんじゃない、ヴィンテージじゃないときっとねそう思うんだけど、ものすごいいい素材使ってるんだから、もしかしたらラーセンの会社のねマウスピースってすごいこうそういう部分ではいいのかもねと、素材的にはいいかもねとは思いました。で、例によって鏡面にしてみたんだけど、ちょっと今見たら若干まだ傷がついてる、あまだ俺がつけたのかこれ、はい、こんな感じ、ちょっとなんかこの辺に傷がついちゃったのはこれ僕のミスで気づいたんだと思います。昨日はなかったんで、ギラッともうちょっと頑張れるかなと思ったんだけど、まあ別にその売り物じゃないんでね、これ売ろうと思ってるわけじゃないんで、自分で使うためのものなんで、まあ、いいかいいと思って、性能的に問題なければいいよと思って、こんなんで中はこんな感じ見えるかな、あとお尻のシャンクのところに読みにくいけど75の1の SMS って書いてあって、こちら側には金文字でベルラーセンというメーカー名が入ってます。でね、まあ良くも悪くも標準的なよくある形、まあしょっちゅう見かける、まあこういうマウスピースあるよねと、まあまあベルグラーセン自体は古いメーカーですから、どちらかというとそれらのメーカー他のメーカーが真似してんだよって話があるんですけど、まあまあ、普通の形します。ただよいしょ、開きがある程度75っていうのはでかいんで、でももうちょっと言ったら80ですからね、80って言ったらケニー G さんが使ってるのと同じなんでかなり広い、75ぐらいで僕が気に入ってメインで使用してるソプラノサックスマウスピースはロートンなんですよ。でそのロートンの開きが75なんで一緒なんですよ。でやっぱりね吹き心地はねいい感じ、まあまあソプラノのロートンは僕はラバー使ってるんですね。でラバーの質で言うとむしろこっちの方がラバーの質としてはいい、まあもう一回ちょっと聞いてみましょうかね、優しい音がしますよ。
甘い感じのこう優しさがこうあるでしょ。少なくともここで自分で吹いてる限りはそういうふうに思って吹いてるんだけど、なんていうの、このぐらいの広さがあって、しかも質のいいラバーだから結構ね使い手はあるかなと思って。で、今リードはねちょっと、ね、柔らかい目使ってるんですよ。これ作ったのこのね、ゴンザレス RC の、ソプラノサックス用、3番と2半島を、大量にストックしてあります。ストックしてあるんですよ。その仕入れてあります。で、まあ、お客さんにねお出しするやつ1個自分用に作ってみた。まあ柔らかいのも1個ぐらい欲しいなと思ったんですよ。でね、吹いてみたけどやっぱりね柔らかくてもゴンザレスはやっぱいいね。で、ちょっと柔らかいかなと思ったので、もうちょっと硬いのにしてみようか。いいんだけど、そういう、今ね3番ぐらいに変えました。使ってるのがこのぐらいだから、まあ、もうちょっと硬いの使うかな。このワンスピースだったらこのぐらいを、リード使うと思うので、まあちょっと3番程度にしてみました。で、よくね、まあ、柔らかいソプラン、特にソプラノとか柔らかいリードだとピッチが取れないっていう人もいるんだよね。で、開きの広いマウスピースで取れないという人もいるし、でリードが柔らかいのが取れないで、音程取れないっていう人もいるんだけども、どちらも間違いです。で、まあ、もう一回ちょっと柔らかいにつけますね。
まあ開きが大きくなったりリードが柔らかくなると、まあ音程の遊びの部分というかね、そういうのは確かに増えるかもしれない。もう一遍吹いてみましょうか。吹いても大きい音で吹いても別に音程変わんないでしょ、ね、あのだいたいねみんなねちっちゃい音で吹くとね音程取れませんとかいうのをよく言うんですよ。取れますちゃんと、ね、あのそれはねあの音程の取り方の問題なので、あの、まあ、見ててね生徒さんじゃなくて見てて分かんない人はねレッスンぜひ来てください、ね、でそういうのはまあ上手に得になるように、いたしましょう、ね、もったいないですからねね、でまああの柔らかいリードを使おうが開きの大きなマウスピースを使おうが音程というのは別に、まあまあそんなにあの、まあ、厳密なことを言い出すとね僕も自信ないんですよ。もうまあものすげえ地獄耳の人とね今お付き合いがありまして、黒田君今のちょっと 1Hz ほど高かったよとか言われるともうすっげえ落ち込むんですよね。っていうことがあるんだけど、まあ、そこまでのことを言わなければ、そこまでのことを言うんじゃなければまあ別に大丈夫ですよ、ね、大したことないです。なのでまあそういうのだったらレッスン見てください。で、今日はねこのラーセンでいつもそのステンレスがどうのこうのって、ね、言ってきましたけど、ちょっとソプラノ用はないもんですから、ラバーを買って直してみました。で、75-1 の SMS十二分に仕事で使えるレベルにはなりました。ね。なので、これもね、多分ね、仕事で使うと思います。あの、これだけできていれば。大丈夫ですよ、こんだけ。こんだけ吹けるんだったら。まあまあ、あの、そうね、あの、シビアな現場だと、今まで通り、ね、だったらと、するかもしれないけど、まあ、多少のことだったら大丈夫ですよ。なのでね。どこか見かけることもあるかなと思います、今日このラーセン直してみました。というわけであのよいしょ、もうこれあのいつも言ってますけど結局でもあの趣味のリフェイスなんで趣味です。で、あのこれでマウスピースを売って一儲けしてやろうとかいうのはないです。で、あのないのと僕のやつも僕のマウスピースも直してくださいっていうのをこれなしにしてください。これ やめてください。人様のマウスピースを直す技術はないです。もう自分のだからできる。だからあの僕が作ってたまたまうまくいってで、まあ、これだったら譲ってあげてもいいよというやつはあるかもしれないですよ。そらでも僕のその1週間預けるんで直してくれませんから、それはやめてください。それはもうねあの僕は要しません、ね、リードは直せてもマウスピースは無理です、ね、まあ、そのお預かりして直すような技術はないです、ねね、やっぱりその、マウスピースって使ってなんぼなので、まあ、せっかく買ったけど調子悪くて使ってないんだよっていうのは非常にもったいない。かといってね、こうやってリフェイスをこう我流で始め、まあ、僕我流って、まあ、我流は我流なんですよ。でも結構基礎知識としてはいろいろ教えてもらってるんですよ。でまあまあ長年のお付き合いの中でまあまあこれはこうなんだあれこうなんだよ、こういうのはダメなんだよ、こういうのがいいんだよ、ある程度の知識はあるの でそれを駆使してどうにかこうにかここまでやってる。でまあまあ無理なところはやらない、手をつけない。であとあの限界を感じたらもうやめるっていうね、そういう覚悟のもとでやってますんで、決して気軽に始めないでください。あのちょっとこのビデオを見て僕も直してみようと思ったんですけどうまくいかないので教えてくださいとか、そういうのをなしにしてください。もうね本当無理ですから、あの
マウスピースをいじることにかけてはもう素人同然だと思ってください、ね、その代わりね、あのリードの方はいつでもお待ちしておりますよ、ね、今ね、これあの録音というか録画してるのが2020年11月の22日日曜日なんですけど、本日時点で、もうほとんどのお客さんのご注文終わりました。でね、リードのご注文、リードを調整して、お売りする仕事をしてるんですけども、それのご注文がほとんどなくなってますので、今ならチャンス、あっという間に、あっという間かどうか分かんないですけども、まあ、仕事が進むと思います。なので、ね、このチャンスにお申し込みになってください。というわけで何の宣伝かよく分からんですね。今日はこのリフェイス、趣味のリフェイスということでお届けをいたしました。またね、いつになるか分かりませんけど、続々と動画やっていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。では、ご視聴最後までいただいてありがとうございました。